どうも、新大入りメンバーの高橋鈴香です。本日は23卒の就活生の方に実際に来ていただいて、グループディスカッションを実際にやってみようという企画になっております。本日のグルディスの面接官には曽和さんに担当させていただきます、はい、人材研究所という人事コンサルティング会社をやってます、曽和と申します。どうぞよろしくお願いします。ズームでのグルディス何回ぐらいやったことあるんですか？僕は5回くらい。10回前後ぐらい。自分は2回ぐらいですね。じゃあ早速曽和さんの方から今日の議題を発表していただけたらなというふうに思います。はい、アフターコロナでも大学はオンライン授業を積極的に継続するべきかどうか、これについて皆さんでディスカッションしていただければと思います。制限時間は15分でお願いします。で、発表をする代表者を決めていただいて、15分終わった後で1分間のプレゼンテーションというか発表をしていただければと思います。はい、では今からグループディスカッションを始めていただきますので、僕はもう本当にいないものとして気にしないで、ディスカッションをしていただければと思います。では始めてください。お願いします。よろしくお願いします。じゃあまず自己紹介からいきますか、はい、じゃあ僕から、はい、いいですか。大正大学地域創生学部の土屋隆生と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。あ、じゃあ明治大学の田中と申します。よろしくお願いします。お願いします。同じく明治大学法学部法律学科3年の縄田と申します。よろしくお願いします。お願いします。あ、役割決めたいなと思うんですけど、はい、そうですね、司会と発表者と、はい、書記、はい、で自分司会やりたいなと思うんですけど。あ、じゃあお願いします、はい、ありがとうございます。じゃあ書記いいですか？あ、じゃあ、はい、お願いします。書記いきます。じゃあタイム時間見ておきます、はい、発表者はなんか最後の方で一番しやすそうな人がやればいい。きましょう。じゃあまず、テーマとしてアフターコロナでも、積極的にオンライン講義を継続すべきかっていう、まあ、テーマだと思うんですけど、うん、まず最初に今現時点でのこの今どう思われてるのかなっていうのを意見を全員に聞きたいなっていうふうに思います。で、あ、はい、田中さんはどうですかね。なんか難しいと思うんですけど。積極的にってありましたっけ？積極的にありました。ああ、まあ、いろんな可能性があるなと思うんですけど。積極的にするべきだと思います、うん、まあ、はい、学業に関しては十分担保されていると思うので、うん、特に問題はむしろそこでなんか、うん、あ、オンラインでもできるっていう可能性ができたのですごいいいと思いました、はい、あ、いいですね。はい、永田さんお願いします。はい、自分もオンラインアフターコロナでもオンラインは継続するべきだと思います、うんうん、そうですね、やっぱりこう授業の効率だったりその授業以外の他の部分にも時間を回せる、うん、そういう効率がいいんじゃないかなと思って、はい、継続すべきだと思います、はい、うん、自分も、まあ、積極的に、まあ、推進していくべきなのかなというふうに思っていて、はい、大学生っていろんなやることがあると思うんですよ、うん、就活であったりとか、まあ、バイトであったりとか、はい、まあ、あると思うんですけど、はい、まあ、オンラインであれば、まあ、時間さえ空いてればできるので、うん、まあ、いいのかなというふうに思いますね。うん、これはオンライン授業についてだけを考えればいいんですかね。例えばサークル活動とか、うん、なんだろう、留学のコミュニティとか、うん、そういうところはもう一切抜きで、うんうん、オンラインの授業に関してだけっていう感じでいいんですかね。題名がオンライン講義、講義だけ書いてたので、もうその辺はもうサークルとか全然関係なしってことです。じゃあ全員の意識としてオンライン講義に絞りましょう。わかりました、はい、わかりました。じゃあ、うん、何か、じゃあ、じゃあオンライン講義を、まあ、全員やっていこうっていうことだと思うんですけど、はい、対面の人、対面も戻した方がいいっていう意見もあると思うんですよ、うん、あります。で、そのメリットと、はい、オンラインを続けていくメリットとデメリットを考えたいなっていうふうに思います、うん、そうですね。まずメリットを、まあ、全員で考えていきましょう、まあ、メリットは効率がいいことじゃないですか、うん、メリット効率がいい。やっぱり録画でオンデマンドにすれば、うん、教員が何回も1日4回とか 2回とか3回とか同じ内容で講義しないといけないって、結構教員の研究に割く時間みたいなのが結構圧迫されてると思うので、そこはすごい教員側のメリットかなと思いますね。
あ、なんかありますか。そうです、自分も同じく効率がやっぱり良くなるんじゃないかなと思います、うん、はい、うん、確かに効率、うん、教員ももちろんですけど、まあ、生徒も効率がやっぱ良くなっていろいろ勉強しやすくなるんじゃないかなと思います、うん、確かに効率、はい、良くなりますよね。え、皆さんの大学って、はい、え、オンデマンドですか、それともそれリアルタイムでオンラインのみとか、どっちですか。僕ほぼオンデマンドですね。おです、同じ大学だから。あ、そうですね、基本的にオンデマンドでいくつか対面の授業はありますね。あ、はい、オンデマンド、分かる。自分の大学オンデマンドはあんまりないんですよね、はい、リアルタイム、リアルタイム、あとで動画を見るみたいな形ですか、はい、オンデマンド。そうですね、なんか最初はライブ配信みたいなのやったんですけど、結構教員の負担が大きいみたいなことを言っていて、でちゃんと生配信で全部見てくれる学生がすごい少ないっていう、同時並行でって言ってたので、それでオンデマンドに切り替えますっていう風になりました。僕の周りは結構。実際にどうですか、オンデマンドがいいですか、しっくりきますか。なんかいつも見れますもんね、オンデマンドの方が。深夜とかでもいいですね。確かに。そうですね、メリットとデメリットが分けられるし、うん、今どんな感じですか。ちょっと待ってくださいね、全然まとめれてない。メリットは効率、うん、生徒側の効率がいいっていうのは具体的にはどういうことなんですか、ね、巻き戻して見れるとか。そうですね、リアルタイムだとやっぱりその時間に授業を受けないといけないじゃないですか。だったり、まあ、その体育会だったり、まあ、そのサークルだったりで、その試合とかにその参加するとやっぱりそう授業を休まないといけないじゃないですか。でもそれがオンデマンドにすることで、こう授業を休まずにこう、こう何ですかね、他の学生と並行にこう授業を進めていけるっていう点に関しては本当にいいなって思います。それはそう、確かに時間確保しないといけないですよ ね、 すね、リアルタイムだと、はい、じゃあこのメリットはいいな、デメリットとしては、はい、デメリットですよね。いいですか、デメリット、はい、一番はもうコミュニケーションが減ることが、それは一番、ね、はい、一番だと思います。うん、ありますか、なんかコミュニケーションって何だろう。ああ、そうですね、それで言うと、うん、やっぱり一方的にただそのなんか本の内容みたいなのを先生が話して、でそれを勉強するってだけじゃなくて、はい、あのゼミの活動とかでその他の人の、うん、全然バックグラウンドが違う人とその話をして、うん、でそこの価値観の下でなんか、あ、こういう考え方あるんだみたいなのがなんか知る機会がすごい減ってるのかなとは思います。そうですね、はい、まあ、多分被ってると思うんですけど、はい、今言ってること。そうですね、メリットとしては今コロナ禍で学校に行けてない学生っていると思うんですよね、はい、でこのままやってしまうとなかなかこう交流もしづらいと思うんですよ、はい、なのであのやっぱり対面がないとなんというか、うん、まあ、先ほども2人言ってたと思うんですけど、交流ができない、うん、仲間ができないっていうところが、まあ、デメリットなのかなっていうふうに思います、うん、そうですね、今半分ぐらい、半分ぐらい、メリットデメリット出して、うん、あと何ですかね、あとは何、まあ、デメリットが改善潰せるのかというか、うん、オンラインのままでデメリットが解消できるのかっていうところじゃないですかね、うん、どうなんだろう。あ、デメリットを解消できるのかっていう、どうですか、あの僕が言ったそのゼミの活動とかでその少人数だとその双方向に違う人の話が聞けるみたいなのって Zoom でもできるっていうふうに思いますか。そうですね、 Zoom でもできますね。確かに Zoom でもできますね。できますかね、 Zoom の方が、あ、うん、いいですか。でも Zoom でもコミュニケーション取れるんですけど、はい、なんかこうなんていうんですかね、対面とまたなんか違ったコミュニケーションの取り方になってしまうので、うん、少しやっぱ対面も取り入れた方がいいのかなっていう気持ちもちょっとはありますね、うん、はい、まあ、なんかテンポが違いますもんね、はい、コミュニケーション。 Zoom であれば、うん、言う人って限られるじゃないですか。一人の人が言ったら周りの人は静かにしてないといけないんですけど、うんうん、今こういう対面だったらもうバラバラに、まあそうっす、まあ、うん、授業、そうですね、なんだろうな、なんか大学の授業でいうと図書館ってすごい大きい役割なのかなと思うんですけど、図書館はやっぱり対面じゃないといけないところがあって、うん、図書館のなんか部屋とかを借りて、で
そのテーマについてちょっと本を持ち寄って調べてみようみたいな時に、それはあのズームだとできないのかなっていうのは思いました。どうなんですかね。ありますか。図書館でやったら個室とかが僕の大学にあるんですけど、はい、しっかり自分の時間を確保できるっていうところを言うんですかね。いや、そう、個室とかそういう意味じゃなくて、図書館のなんかもうたくさん本があるじゃないですか、はいはい、で調べたらすぐに何でもあって、あ、全部引っ張ってこって持ち寄れるみたいな。いや、それはもう本当に賛成ですね。あ、それは強みですよね。そうですよ。普通の図書館にはない本なんかも大学の図書館にはあるんで、はい、うん、そこにその点に関して本当にいいと思います。確かに、はい、賛成です。超対面図書館だったら対面の強みですよね。そうですね。でもそれを全部検索で賄えちゃうっていう意見もありますよね。そうですね。僕はそうは思わない。あ、僕も思うんですけど。そうですね。どうですか。やっぱり図書館って集中しやすい雰囲気があると思うんですよ。あ、はい、多分それがそれを感じたくて多分行くと思うんですよ、うん、はい、学生って、はい、なので、まあ、そうですね、オンラインには感じ、オンラインでは感じることができないのかなっていう、うん、ああ、オンオフの切り替えみたいなことですかね。確かに、なんか大教室に行ったら授業聞くぞみたいなのとか、教室に入ったら今は勉強しようみたいな、うん、スマホいじれないみたいなのがありますけど、うん、ズームだとなんかもうそのままですもんね。スマホしても居心地がいいですからね。それ結構ありますよね、うん、対面じゃないとできないことというか、うんうん、意識の切り替えができない、うん、ありますね、はい、確かに、ね、あとは何だろう。だろうな。うーん、あと5分ぐらいなんか、はい、ちょっと余裕持って発表はこうしようみたいなのが残り 2,3、うん、分でできたらいいんですかね。そうですね、まあ、まとめですかね、はい、大体。じゃ、今のメリットデメリット出たと思うんですけど、一回整理しますか。そうですね、はい、じゃあメリットが効率性、効率性、他に時間を回せる、他に時間を回せる、あとはそのくらいですかね。効率性も教員側もそうだし生徒側もそう、うん、どっちにしてもですよね、うん、スケジュールの余裕ができたりも、うんうんうん、とデメリットはやっぱり対面の強みっていうのがある、はい、というところと、うん、そうですね、対面ならではの、まあ、ゼミとか仲間と会話するときに、うん、まあなんていうか一方的じゃなくても、うん、バラバラで、バラバラというか、まあ、双方向で結構会話できるっていう、そうできますよね。この2つかな。え、あの意識の切り替えみたいなのは、意識の切り替えありますよね。ああ、あれ言ってましたよね。言ってます。オンオフ、あと何があるかな、うん、図書館でネットでは調べられない量の、うん、をすぐに見つけられること、うん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 、あ、どうですか、入れますか。あんまり重要じゃなければいいんですけど、入れましょう。入れますか。かなり大事だと思います、はいはい、そうすると、何メリットがその効率 で、うん、でデメリットみたいなのが3つあって、3つある、でどっちが上回るかって言ったら、はい、効率がやっぱり大きいよねっていう感じでまとめていきます、うん、そうですね、はい、したら、で、双方向のやつはズームで潰せるから大丈夫って感じですかね。そうですね、ズームで、うん、はい、コミュニケーション取れますからね。確かに、うん、で意識の切り替えみたいなのはやっぱり対面じゃないとできない、うん、これは絶対代替できないって感じですかね。これは、まあ、人にはやると思うんですけど、まあ、全体的に見ればなのかなって、うんうん、はい、図書館に関してはもう、図書館に関しても、うーん、どうですかね。検索である程度は賄え、賄えるんですけど完全には賄えないので、はい、やっぱり重要性はあると思います。はい、はいはい、そうですね、まあ、じゃあそんな感じですよね、はい、うん、はい、じゃああとは発表、はい、する人で流れを確認していきますか。まず う、ね、どういう流れで、はい、あ、まず発表者決めます。そうです、ね、あ、はい、じゃあ僕やります。あ、お願いします。はい、じゃあ発表の流れ確認していきますか。はい、はい、じゃあまずと、まあ、メリットとデメリットをまず挙げて、はい、
どうしたらいいと思います？あとはまあ、前提としてオンライン授業だからサークルとか課外活動とかは全部除きますっていうことをちょっと一応言いたいです。はいはい、で、メリットとデメリットがそれぞれあって、でメリットがすごい大きいっていうことを言って、うん、でデメリットが何個かあるんだけど、まあ、そのデメリットは3つあるんだけど、それぞれが、うん、まあ、Zoom であったりとかである程度賄えますよっていうことを考えて、なので、まあ、オンライン授業は継続すべきだと思いますっていう感じですよね。そうですね、はい、その流れで、はい、で効率性を一番重視するっていうところで、うん、そうですね、はい、そうですね、効率性が一番大きいっていう感じですね、はい、よし。あと何か漏れてるところとか。そうですね、今あと1分なんで、はい、はい、まあ、ちょうどいいかな。はい、うん、なんか付け加えること。そうですね、アフターコロナ、うん、そうですね、なんだろう、まあ、感染のリスクがあるっていうことを言ってもいいですかね。あ、大学、まあそうですね、あんだけ大人数が集まれば。そうですよね。あとは、うん、そんな感じです。はい、大学は私立国立問わずですよね。なんか私立だと感染ですごい知名度がダウンしちゃったり、イメージダウンしちゃったりかなとか思ったんですけど、まあ、でも、はい、まあ、そんな感じです。全体的にですね。わかりました、はい、1分で、はい、お願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。じゃあ最後に1分間のプレゼンを田中くんお願いします。はい、私たちの班はアフターコロナで大学がオンライン授業を継続すべきかどうかという議題について、結論から申し上げると継続すべきだというふうに考えました。で、前提としてオンライン授業についてのみなので、サークルとか課外活動とかそういうところは全部除くというふうにしました。で、まずオンライン授業のメリットデメリットということを考えたときに、メリットはやっぱり効率です。生徒側からすると、部活動であったりとかサークルとかとスケジュールを合わせやすいというところ、あとは教員であれば1回録画をして、でそれを一斉に配信することで効率化されるというところがあります。でデメリットについては、双方向でできないこととか、意識の切り替えができないこと、あとは図書館が使いづらいということがあると思うんですけど、双方向でできるというところについては Zoom でできる。意識の切り替えについてはちょっと難しいところがあるんですけど、図書館についてもある程度検索で代替できるというふうに考えたので、それである程度賄える、デメリットが潰せるというふうに思ったので、オンライン授業は継続すべきだというふうに考えました。以上です。じゃあ澤さんから早速 MVP の発表と、あと個人のフィードバックをしていただけたらなと思います。じゃあまず MVP の発表の方をお願いします。すごい難しいですよね。正直言うと、まあ、同じ感じかなと思ったんですけど、まあ、最後のところで、まあ、田中さん、がですね、まあ、全体の、まあ、情報とかずっと覚えててまとめをしていくところって、結局田中さんが全部やった感じがありますよね。ちゃんと整理して発表作ったじゃないですかっていうのがあったんで、まあ、田中さんかなっていうふうには思いました。まあ、1人選ぶんだとすればですね。なるほど、はい、グルティスの評価基準ってどういうふうになってるんですかね。まあ、評価基準は能力を見てるのか性格を見てるのかってこう2つあるんですよね。能力ってのはディスカッション自体の能力を、性格っていうのはチームプレーにおける場がうまく回るようなポジショニングを取れてるかどうかみたいなところですかね。あえて分けるとするとその2つかなと。じゃあ次に個人フィードバックに移っていきたいと思うんですけど、はい、縄田くんからフィードバックお願いします。縄田さんは司会はをやるっていうのはグルーディスでいうと諸刃の剣ですよね。対面でないと絶対できないよね。で以上って言ってたんですけど、